き耳たてチャンネル、イエーイ。さあ始まりました、今週も始まりましたよ、聞き耳の聞き耳たてチャンネル。本来はですね、この時期ね、もう僕ら8月ですけども、はい、夏、僕ら本当は夏ってね、イベント引っ張りたくな月ですよね、本当は、ね、本当にありがたいことに。ねえ、それが今年はね、なんかもう残念なことになってますけども、ね、夏の思い出を皆さんと共有したい、はい、共有したい、うん、そういうわけで今日は聞き耳メンバーの思い出の夏のイベント特集。今僕らの中ではね、とりあえず一つ語りたいイベントをね、うん、頭の中に描いてもらってるんですけども、はい、やっぱり一人一つ出していきましょう。そしたら若い順番でいきますか。若い順番、これで誰が一番若いのかっていうのがバレると思うんですけど、誰が一番若いですか。いや長老、あれ長老、長老嫌だ、長老って言われたくないな。長老、まさきさん行きましょうか。したら俺からでいいんですか。はい、せっかく手上がったし。そっか、はい、うん、若いからっていうことでね、はい、一番若いからっていうことで最初は嫌だの。はい、行きましょうよ、ね、8月といえば8月といえばやはり聞き耳が誕生した町、うん、中標津町の中標津夏祭り、うん、ありますよね、外せないですよね、外せない、うん、ここでも中標津の夏祭りっていうね言葉出なかったらね、うん、町長に怒られちゃいますから。そう、観光協会の皆さんに怒られてしまいますからね。そうですね、いや、まあね、まあ、自然と出てくると思うんですけど、うんうん、そうですね、うん、中標津夏祭りと言いましたら、由美ちゃんね、ちょうちんの数は6000個、わあ、わあ、すごい数です。すごい、もうブワーっとね、ブワーっと、本当ね、圧巻ですよ、あれ、ね、本当に、うん、また昼間もいいんですけど、夜もまたね、うん、そうライトアップされててね、そうなの、夜いい。そしてあのおかげさまで毎年何年か前から、うん、あの聞き耳ライブやらせていただいてましてね、そうですね。やはりこう準備もあるので早めに入るんですよ、うん、僕たち基本、うん、そうですね、うん、ただやっぱりちょっと時間もあるんで、うん、いろんなお店がねこう並んでる中で、うんうん、これ去年ですかね、去年聞き耳で、うん、なんかバスケットみたいな感じでバケツの中に、あ、やったボール入れるやつ入れたら、うんうん、なんかもらえるってやつ、はいはいはい、あったじゃないですか。あったあった、あれがねなかなかみんな入んなくてね、そう、うん、一番に入ったの僕なんですよ。そうだっけあれ覚えてない。あれだっけ、覚えてなかった。そうっけ、ボールがすごく跳ねちゃうから、そうなかなか入んなかったの、覚えてない、なかなか入らなくて、そう、うん、あれね、斜めから入れたら入るっていうのが途中で分かって、言ってた、そうなんかコツを教えてくれた、ちょっとズルしたんだ。ズルしたの。いや、ズルしない、ズルじゃないよで、コツ分かってから、なんかユミちゃんとかも入るようになってね。そうだ、入った。一回だけしか入んなかった。何回か投げたのに。そう、うん、して、ギャーギャー聞き耳3人で騒いで、そう。後ろ見たら、子供たちの行列で並んでたっていうね。大人げない。いや、でも、初めいなかったんですよ。お客さんが、ほとんどいなくて、まあタイミングも良かったんでしょうね。うんうん、ちょっとやっていきますかってね、言ってくれて、そう。で、ゆみちゃん何当たったんだっけ。あ、なんかね、あれ。あ、光るうちはね。そう。あの、僕はね、光る、なんかこんな指さすボックみたいなやつ。あった、そうだ。すごいはしゃいちゃったもんね。そうはしゃいちゃった。大人げないぐらいはしゃいちゃって、結果、なんか人を呼ぶっていう、うん、いやでもね、そのおかげもあると思うんですけど、やはりですね、あの中標津町の小学校の子供さんとですね、ふと街で会うと、うんうんうん、あ、夏祭りにいた歌うたうお兄ちゃんだって言われるんですよ。あ、そう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 、嬉しい、そうなんでね、
当に嬉しいです ね、 ね、そうなんね、そうそう知ってる、うん、俺知ってるこの人知ってるとかこう言われたりするんでそう、うん、いやそれが本当に嬉しくてね、私はあんまり覚えられないかもしれない、ゆみちゃん、うん、ゆみちゃんほら男、ちっちゃい男の子とかいたら照れくさくて放てないとかなんか、いやそれもそれ、いやそれかどうかは分からないけど、うん、でも女の人っていや私ってなんか結構、うん、あのその場所とかその時々によって髪型も違うし服装とかも違うし、なんか同一人物だと思われないことが結構多くて、なるほど、はいはいはい、だ男性の方がもしかしたらなんか覚えられやすいのかなーって思ってました。そっか、うん、そうか、全然印象変わっちゃうみたいで、なんかゆびさん前浴衣着て出たりとかもしたもんね。そう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 、ねそうなんだ、直樹くんと盆踊りとかしてたもんね。おりゃどんときたオリンピックの晴れ姿、それもどん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 晴れ姿そう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 、盆踊りしてた、しましたしました。来年はぜひまた、よろしくお願いします。そうですね、お願いします、お願いします。またちょっちん見たい、見たい見たい見たい、ブー